の関西会、縁があるから縁同士、今日もご縁をつなぎます。異闻少女の髪の諸行無常の響き荒掃除の花の色乗車必須の断りをあらたおごれる者も久しからずただ春の夜の夢のごとし能で言えばあたた歌舞伎で言えば勧進帳そして名古屋歌舞伎で言えば虎の義経エンド弁慶義経と弁慶のあたかの席の脱出劇の始まり始まりとその前に時は文治元年西暦1185年3月24日源平合戦壇の浦の最後の戦い
義経、ついに源氏の鹿が平家一門を滅ぼしましたぞ。兄上、この義経に無本の疑いあり。何ですと。義経は我が弟でありながら平家殲滅をすべて自分の手柄と言いふらし、挙句の果てはこの頼朝をも亡き者にして、源氏の総大将となる目論みであること、梶原の景時の進言により明白の事実。よって義経追討の令を発す。義経を捕らえよ、義経を撃て。殿、お逃げくだされ。源の九郎義経殿とお見受けいたす。お命ちょうだい。殿、これより我ら虎の王毒蛇の口を逃れる旅でお覚悟なされよ。虎の王の踏み、虎の王の踏み、毒蛇の口を、毒蛇の口を、逃れる旅か。いかにも。ジャビーは兄より優れた弟など存在しない。いつの世でも優れた弟は兄にとっては目の上の炭鉱。義経は天下の謀反人として日本中で指名手配となった。山伏の一行に化けて虎の尾を踏まないようにと人知れず北陸道の逃避行を続けた義経たちは、あたかの関、現在の石川県小松市にたどり着いた。ここあたかの関では最も用心が必要ともいえる虎が関守りをしていた。関守りの名を富樫左衛門という。それがし浜の地頭富樫左衛門の助家の司祭やってこのあたかの関を賜り申す。我らはなんと東大寺建立のため諸国肝心の客と国禄堂を受けたまわってまかり通り申す。近頃首相なことではござるが、先に受けたままでは、なんと東大寺肝心とのこと。その言葉に嘘偽りなくば肝心帳をご所持のはず。いかにも。力は帳文つかまつりたい。肝心帳を読めと申されるか。いかにも。肝心帳を読めと。いかにも。ならば合力、肝心帳を持て。私は涅槃の雲に隠れ、庄司長屋の長き夢を驚かすべき人もなし。ここに
中頃の帝をおわします。女を勝負皇帝と申し立てまつる。日頃三宝を信じ、主情を慈しみたも、たまたま霊夢を感じたもうて、天下太平、国土安穏の。のため、ルシャラ仏を建立したも、しかるに因じ、寿永の頃勝負を支援。かほどの霊状態難ことを嘆き、春情報証言直命をこむって、無常の関門に涙を落とし、昇華の親族を進めて、かの霊状態混戦と、諸国に肝心す、越死反戦宝財の友柄は、現世にては無味の楽に誇り、到来にては千年下の上に座せ、奇妙調理奇襲、敬ってます白紙じゃとかその、こうやって白紙の漢字詰めるねえとると確かに肝心帳長文つかまつ。しかし、トカス殿もはや疑いはござらぬ。トカス殿、これとは白紙の肝心帳をつらつらと読み上げたようなふらち者、口からでも肌を渡るもの、騙されてはなりますまい。言うな。このあたかの席はトカスの左衛門がつかまつ。ウヌが命を滅ぼすまでいつまでも生きようぞ。やれ。沈んだはずの平の神中納言友盛、義経と弁慶の前に再び現れたその男は、義経と弁慶の命を狙う。果たしてあたかの関を無事脱出することができるのか。さて、気になるこの続きは歌舞伎カフェ名古屋座の名古屋歌舞伎虎のゴールデンウィーク5月6日までやってるよ。まず本日はこれまで。私も。